統一理工学部長研究科長の数理科学科の伊藤博之と申します。え、本日はあこのいい天気の中で、ちょ野田キャンパスに皆様お越しいただきまして誠にありがとうございます。えー、まあ、皆さん、あのこの広々とした野田キャンパス、今日実感していただいていると思います。けれども、あの敷地にしましては、東京ドーム9個分のあの敷地面積ございます。え、建物もゆったり立ちまして。 えー、教育研究に非常に充実したキャンパスですでそれだけではなくて、えー、課外活動も大変活発で、えー、いわゆるキャンパスらしいキャンパスということになります、えー、ぜひですねあの今日はいろんなあ研究室の説明それから学部学科の説明入試動向等をご覧いただいてですねぜひあのー 東京理科大学創域理工学部を皆様の進学先に選んでいただけると嬉しいと思います来年来いは再来年ですねこのあ桜の綺麗なキャンパスにぜひ、えー、入学していただけたらなというふうに思います本日はよろしくお願いいたします、えー、まず簡単に復習ですけれども皆様もあのお分かりと思いますけれども東京理科大学にはですね主に三キャンパス まあ、あの北海道長万部キャンパスというのも入れ,ある,入れるとまあ4キャンパスですけれども都心に、えー、神楽坂富士見キャンパスというのがありまして、えー、そちらにはですね理学部第1部第2部それから経営学部がございます、えー、それからあの常磐線の金町駅のところに葛飾キャンパスというのがございましてこちらに工学部先進工学部がございます。 でこの野田キャンパス東部アーバンパークラインの運河駅でが最寄り駅ですけれども創意理工学部と薬学部そして生命科学研究科という学部研究科がございます。 で右下のところ地図をご覧いただきますとですねこの丸いのが山手線ですけれども右上のところにちょっと青でゴミのようなもの書いて点が書いてますけれどもこれが位置的にはつくば研究学園都市の位置になりますちょうどですね都心とつくば研究学園都市の真ん中に位置するこの野田キャンパスになりますで郊外型キャンパスということで、まあ、あの都心とは違うんですけれどもこの郊外型キャンパスの立地がですね 都心と筑波研究学園都心の中間にあるということが実は非常に有益でして多くのです、ね、国立研究所国立の研究所とか他の大学研究機関といろんな形で連携が可能になっている立地になってますさてですねこの4月より私どもの学部は理工学部という名称から創意理工学部という学部名称に変更いたしました。 で合わせまして、えー、10学科それから大学院の方に11選考ございますけれどもそのうちのですね7学科8選考についても名称を変更いたしました、えー、左側のところの名称をご覧いただきますといわゆる伝統的なです、ね、学問分野がそのままあの学科に名称についてございますけれども右側の方をご覧いただくとですねより学科の中身が鮮明になっている名称に変わっていることにお気づきになるかと思います で、学科の方につきましては、この後、えー、後半でですね、各学科の主任の先生の方から、えー、ご自身の学科の説明を詳細にいただきますので、えー、ここではですねあの、学部全体の説明を前半でさせていただきます。で、右のところに135研究室と書いておりますけれども、えー、理工系のですね、ほとんどすべての分野を、分野の専門家が揃っています。135研究室がある学部というのは、 まあ非常に規模が大きくて他にそんなにないというふうに自負しております。でさてですね、えー、と簡単にですけれどもこの創域理工学部の歴史をちょっとだけ振り返らせてください。えっ、ー、と1881年に東京理科大学がですね前身の東京物理学講習所としてスタートいたしました。で高度経,経済成長期1967年にこの野田の地にですね創理工学部というのが 理科大の中では理学部第1部工学部理学部第2部薬学部に続いて5番目の学部として創設されましたでそ,のその後ですね現在の自学科体制になったわけですけれどもこの創設の時の理念をご覧いただきますと事物の本質を探求してその知見を応用するという理念でですね 理学と工学の連携、それで教養を加えて教育研究を展開して、この時点でですね歌っているのは新たな科学技術を創造するということを歌っております。で、そのために必要な理工系のすべての分野を揃えたというのがこの理工学部の出発になります。で、その後ですねもう六十七年にできておりますので五十六年ですかね五十五十三五十三四年 うん、違うな。556556年ですね。もうあので立ちましてですねちょうどあの2017年が創設50周年なわけですけれども、その時点で、えー、そのまああの創設の理念を見直しまして、えー、この先50年間どういう方向性を持つべきかということで、私どもみんな考えました。えー、お聞きになった方がいるかと思いますが、レゾナンス、自然環境宇宙、そして人ともに響き合う。理工学部へと。 いうこのキャッチフレーズの下で,です、ね、一つの分野を学ぶだけではなくて、えー、その分野の垣根を越えてです、ね、融合していきましょうとでそれがです、ね、現代の複雑な社会の諸課題に対して答えを出す鍵になるんだということで教育・研究の方向性を定めました。 でその後ですね、その融合的な教育を推進していこうと、連携研究、融合教育ですね、これを推進するということで、さまざまな支度を学部レベルで行ってきております。でちょううどそそののの年一貫教育コースというのがその えと1967年から50年経った2017年のところで開設しまして、えー、それから大学院横断型コースとこの2つを開設いたしましたで当時ですね大学院横断型コースというこの学科専攻の垣根を越えてですね違う専門分野の人たちが集まって教育研究を行っていくという他の大学にはほとんど例がなかった施策がここから始まりました。 で、これらはその後充実いたしまして、えー、例えばこの総域特別講義とか総域、えー、融合特論といった、えー、この融合教育、融合研究の授業、施策がまたあ新しく始まり、さらにはこの後あの詳細に説明いたしますが、専門基礎教育というものは共通化し、えー この融合教育ですね充実した融合教育連携研究がまあ完成したということで、今般、創意気理工学部という形に名称を変更いたしました。で合わせまして、ですねその横断的、融合的な教育を社会に実装するために、サステナブルアバンシティセンターというものも、この研究科の中に、この4月からできております。 でこのじゃあです、ね、創意期っていう単語は耳慣れない単語だと思うんですけれども、一体どういう意味があるのかと申しますと、今見ました歴史の流れでいきますとです、ね50年を、50周年を機に、まあ、大学院の修士課程との一貫した教育環境を提供するということ、それから従来のです、ね、学科専攻の研究室で行ってきました一つの専門分野を極めると。 いわゆる専門進化型といわれるものに加えてです、ね、分野の枠を超えて横断的に研究教育を行うというその横断型といったこの2つを交えたようなです、ね、そういう融合教育連携研究が完成いたしましたと。でこの先ほどご紹介いたしました野田リサーチパーク型キャンパスこの良い環境ですね。ここで あの理科大の中に閉じることはなく外部機関との連携で、えー、研究教育を活発に行っていくという形で,でこれを名称として具,現化するため具体化するためにです、ね、先ほどの共に響き合う。 まあこう共に響くと書いて共鳴とあの読んでおりますけれどもこれに加えましてですね融合教育連携研究を表す共に作るですね競争共に作るこれが合わさりまして創意という名称をこの理工学部の前につけましたでこの創意という言葉にはですねここに書いてございますけれども科学と技術の新しい領域を創造する創意するということそれから既存のものに対して 新しい価値を与えて何か新たな価値を創出するという意味合いが込められております。で、さらにですね、新たな価値を創出するものっていうのは、ものだけではなくてですね、地域に対しても新しい価値を創出し、地域を作るということも、この理念の中に気持ちが込められております。 えとまあ、これがざっとですね、じゃあその教育に、融合教育っていうのはどういうものかっていうのを簡単にご説明いたしますこの上に,書いて、えー、上に出ている表がですね、まあ、学部4年間、それから大学院修士課程2年間をこう横に並べた6年分の,あのスケールになりますが、えー、この,あの専門と書いてあるものと基礎と書いてあるもののこう割合がですね、 入学時はまあ基礎をどんどんやっていきます途中から専門がどんどん増えてきますですが本当に研究をしようと思うとやはり大学院のの修士4年でもちろんあの社会に出る人たちはたくさんおりますけれどもこのイメージ図を見てもらいますと4年でできることというのは、まあ、研究の一端に触れるというぐらいのことで やはり本質的なことをしようと思うとその後さらに2年間が必要であるとで6年を一貫して教育するということはつまり6年年間間のの後ろの3年間が研究に集中ですので非常に幅広い研究教育ができるというメリットがあります。 これについてはちょっと後でまた触れるかと思います。で、さてですね、その、じゃ具体的な施策としてどういうその融合教育があるのかというと、一番、えー、は初はめにですね、野田キャンパスに入学しますと、まず、創域特別講義というものを,を用意しております。で、これは、野田キャンパスで開講している、あの、新入生対象の授業なんですけれども、 総域理工学学部の学生は全員受講する授業になりますで中身としましては創意気理工学部の10学科それから同じキャンパスにございます薬学部の2学科それからですね教養教育員の先生方による教養の関係する授業。 そしてです、ねそ、その先生方によってご自身の研究分野ですとか、まあ、学科に関係する最先端の研究をご紹介いただきさらに、ね、OBOG によりまして創意の理念がです、ね、社会でどういうふうに使われているかというようなことも含めて講演をいただいているそういう内容になります。 一年生に入った時っていうのは自分の専門のことしか、これから行く専門学科のことしか考えてないと思うんですけれども、そこでですね、すでに自分以外の分野のことを学ぶ機会を与えております。で、これ、新流生全員の授業ですので、1000人以上の受講者があ一度い受講するわけですけれども、まあ、そこはですね、あの理科大ですので、この DX 技術を駆使してですね、えー、皆さん受講できるようになっていると。 でただ座って座学として聞いてるだけではなくて、えー、5人程度の少、ね、人数のグループに分けましてグループ学習で各授業ので出される課題を解いていくというこういうあの形式になりますで。しかもこの5名程度のグループというのはすべての学科のあつ,まりつまり自分と違う学科の人たちで構成されておりまして。 え自分の、まあ、同じ学科の学生というのは大体考え方が同じなんですけれども考え方の違う学生同士のですね交流がもうあの1年生の時から始まりましてこれがまあ融合教育の第一歩ということになりますちなみにこちらが今年度今まさにあの走っておりますけれども開校しているテーマの一覧になっております えとちょっと時間があまりないので少し先に行かせてもらいますが先ほどあの専門基礎教育の共通化という話がございました。でこちらはですね、まあ、理工系人材として汎用的能力の鍵となるのがその基礎になります数学物理学科学そしてそれらの基礎実験ということになるわけですけれどもこれをですね それを専門とする先生方による共通教育を施しております。で、実はあの受験生の皆さんからはあまり大学の中身は見えないとは思うんです。けれども、この専門家によってですね。本当に専門の先生によって、こういった専門基礎教育をきちんと施している。大学っていうのは極めて少ないです。で、それはあのこれ。東京理科大学が理工系の大学だということと。 この創域理工学部先ほどあの最初にご覧いただいたと思いますが135研究室ございますそれだけ豊富な人材がいるというところがこの教育を支えている証になりますでこれによってですね融合の素地を作るとともに将来にわたってですねご自身の分専門分野を変えたとしてもすぐに他の分野が自分のものになるそれから社会に出てですね自分の専門分野以外の人と 競争,競争共に作るですねそういう場面においても基礎知識がちゃんと身についているので十分対応できるということになりますえっ、ー、と6年一貫教育コース先ほどちょっと説明しましたけれども、えー、6年間というのを、えー、シームレスにこう捉えるということで、えー、後半3年間が完全に研究の時間ということになりますでこれで、まあ、時間的余裕もできますので、えー、自分の専門に特化する人もいれば 横断的な他の分野のことを研究してみるもしくは他の分野の研究とコラボレーションするということが可能になりますし、えー、学生さんによってはこの時期に留学に行くという人もおります、えー、大学院横断型コースについてもちょっとだけ触れさせていただきますとその時間的余裕ができたところで、えー、自分の分野を超えてですね、他の分野とともに作っていく競争する場面があ用意されています でこれはあの社会から要請されているさまざまな課題を解くためにですねいろいろなテーマで柔軟にこのコース設定ができます。でここにちょうど8コースほどお書いてございますがこれなんかはどれをとっても現代社会ではですね、えー、解決していかなければいけない問題が山積しているというような分野でしてそこに対してさまざまな専攻学科の研究室が学生とともに参加して問題解決に課題解決に に当たっているで、えー、この大学院横断型コースというのはここを出身した人たちはですね企業の方からは非常に高い評価を受けていてこの複眼的視野とそれから幅広い科学的知識によって、えー、各界でリーダーとして活躍できる人材として育成しているところでございます。えー、とあとはですね、えー、これ後であの各学科の方の説明にあるかと思いますが各学科でもですね 自分の専門を極めることはもちろんなんですけれども他学科と融合するような教育施策を引いている学科もあります。例えばこう数理科学科学にダブルラボ制度いいうのがございまあとで、えー、多分、数理科学科の方の説明に何か出てくるかと思いますが他、えー、学科の研究室とコラボレーションして、えー、そういった分野も学べるというような施策があります。 で、絶えずですね、こういった融合的な教育に向けて、いろんな学科では工夫がされておりまして、それを拾い上げて、どんどん実行に移していくというふうなプロジェクトが進行中になってます。 えーまあ、この融合教育連携研究というのは社会に十分に役立ってるんですよということの一つの証としまして、ここに防災リスク管理コースという大学院横断型コースからのですね、一つの成果として、えー、社会に、まあ、これアピールする形で、この都市防災がわかる本というものが近頃出版されたところです。えー、防災リスクっていうのは、 一つの学科の先生たちで解決できるような内容ではなくてですね、一例を挙げるとそこに書いております地震、建築、火災、都市防災、水害、避難誘導、減災。 いくらでもする専門分野になります。で、それを横断的に教育研究するということでさまざまな成果が上がってまいりましてこれを教科書という形で例えばこれは大学院の教科書ですが実際には地域の防災意識の高い方々にも読めるようになっておりましてこれがまた地域に対する我々の貢献の一つというふうになります。 えー、まとめますとですね、えっ、ー、と、総域理工学部から世界へということなんですけれども、まあ、あの、いわゆる横断型人材、今少し説明してまいりましたが、それと、えー、専門進化型人材ですね、従来の教育方法で、えー、要請される人たちですね、この両方を兼ね備えた えーまあ、言ってみれば創意型人材となりますけどもこういった人をです、ね、野田から世界に、えー、特にです、ね、科学者技術者教育者として輩出し続けていくということになります。えー、とまだまだある魅力ということでちょっと地の利の,のことを話をしたかったんですが、まあ、ここにざっと書いてております、えー、と様々な外の機関と連携して教育研究を行っております。 それから課外活動も充実しているというのは先ほど申し上げましたがこれはこんなあの後のですね事務の方の説明に多分あるかと思います、えー、と入試方式についても実はあの新しい入試制度が今回導入されたんですけれどもこれはあのこの後入試の説明の方でご説明いただきますので、えー、ぜひお聞きになっていただければと思います是非皆さんあの創意学理工学部にですね入学していただいて、えー、未来をつくっていきましょう えー、あとあの、中身、内部の発信を、ね、SNS を通じてしております、ぜひあの登録していただいて、さまざまな記事を読んでいただけたらというふうに思います。ありがとうございました